山形共栄社製パインサイダーパインサイダーは主に山形県内で作られている炭酸飲料のサイダーでチサイダーの一種製造されるようになったのは1955年以降と言われる複数のメーカーによって製造されているのでメーカーやロットによってその風味は一定しない甘みが強くよく炭酸が溶け込んでいるため非常に刺激の強い味で黄色に 色付けがされているものが多い。総務省が行った2009年から2011年平均の家計調査によると、一世帯あたり炭酸飲料の支出で、山形は第3位となっており、サイダー文化が根付いている、山形県民にとっては懐かしいの味の一つとなっている。かつては300から5 0 0トル程度のやや小型の瓶入りで、多くは蜜やサイダーの瓶は使われていた。 理由としては、今の瓶はガラスが薄く、炭酸を入れると割れてしまうとのこと。夏に、ケース単位で買い置きする飲み物として、山形県内で広く普及していた。しかし、清涼飲料のパッケージが、瓶から缶、ペットボトルに移行し、ケースで買う習慣が薄れてくると、次第に見かけることがなくなっていった。2004年5月、3話缶詰株式会社と山形県。 種類卸ろし株式会社が共同して、ミル、パインサイダーを製造、販売した。300ml 入りのボトル缶入りで、この缶の側面には、山形テレビのイメージキャラクターである、ミルルンが描かれている。同年夏には、山形テレビのテレビコマーシャルで頻繁に広告され、山形県内のファミリーマートでよく見かけるようになった。2005年には、大道ドリンクが、 復刻堂シリーズの一つとしてパインサイダーを全国発売した。2012年には山形食品が山形パインサイダーとして県下を中心に販売を開始している。AB 山形パインサイダー山形食品株式会社2021年5月8日へずらんありがとうございます。